皆さん誰しもが周りが持ってない特別なスキル一つはあるんじゃないかなと思います。そしてそのスキルを求めて助けの電話がかかってこないですか。あ、じゃあ助けてやろうと思って行っても助け求めてくれた人があまりやる気がない。助け求めてきたから私これだけ準備してあなたを助けてあげようとしたのにどういうこと。これよく起こりますね。意外に軽く助けを求めてくる人って当事者意識ないんですよね。雑談レベルの話かもしれないです。じゃあどうするのか。助け求められた、その場合求められた方が動かないようにするんですよね。例えば動画のことを教えてほしい、私に来たとします。私が行くんじゃなくて助けを求めてきた人がうちに来るようにする。パソコンを教えてほしい、ノートパソコン持ってうち来てよ。その段階であまり助けられたいと思ってない人は来ないです。本当に助けてほしい人だけは来ます。これどういうことか。当事者意識なんですよね。助けてくれと言ってきて、普通は当事者意識あるだろう。でも意外にないんですよね。それほどないみたいですね。だから助けを求めてくる側に本当に当事者意識があるか、それを調べるには相手側に行動を起こさせることですね。あまりこちら側は動かない、それがいいのかなと思いましたね。